皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではスウェット&ティアーズ2、続きからやっていきましょう。よし、よし、いいぞ。お、お前なかなかいい感じで鍛えてるみたいじゃないか。ありがとうございます。テニスはパワーだ。その調子で少しは筋肉つけとけよ。はい、頑張ります。やった、褒められた。はい、よし、完璧。なかなか調子がいいみてえじゃねえか。その調子で頑張れよ。はい、ありがとうございます。やった、褒められた。今日は新人戦の日だ。新レギュラーでの初戦だし頑張るぞ。私のパートナーはカイドウ先輩。新人戦ももう決勝だ。新生声楽テニス部の初優勝がかかってる。はい。泣き言なんか聞きたかねえ。全力でいくぞ。もちろんです。はい。緊張するな。おいおい、嘘つけ。その顔は喜んでる顔だろうが。え、私喜んでますか？こう見えても緊張してるんですよ。負けたらどうしようとかいろいろ考えちゃうんですよ。きっちり練習やってりゃ負けるわけがねえ。そうですね。それともお前らサボってたんだ？いえ、サボってなんかいませんよ。まさか。ならいい、いつも通りにやれば勝てる。いいな。はい、全力でいきます。はい。対戦相手は道峰中の神尾明、立花アンペアだ。おう、神尾くんとアンちゃん。乾先輩から引き継いだデータによると、神尾明のクイックサーブとこのペアの司令塔である立花妹には要注意ってことだぜ。司令塔なんだ。かなり厄介な相手だけど、勝敗を決めるのは二人の呼吸次第だよな。結論、二人の呼吸じゃん。うん、ありがとう、堀尾くん。正確に伝わる気合ボールだ。ステータスに振り分けろ。そうだな、パワーを300以上にして、精神力を上げて知識も上げとくか。あと一個、体力だな。こんな感じかな。よし、これでいこう。よ、楽しませてくれよ。はい、手加減しませんから。手加減なんてできるかしら。最初から全力でいくからな。リズムに乗るぜ。はい。お、変わってる。おー、佐久野ちゃん、なんでさ、この立ち絵と後ろの絵の着ているユニフォームの柄違うんだろう。じゃあ行きますか。プレイ。このくらい。お、ありがとうございます。フィフティーンラブ。行きます。早い。お、ラッキー。やった。サーティーラブ。行きます。お、早い。奇跡。やり。フォーティーラブ。お、ありがとう。ゲーム、声楽。あ、そういえばタイム。声楽魂の龍馬くんから教えてもらったっていうか、この無茶ってプレイヤーに対してランダムで何かの効果が起きる。ギャンブルか。どうしよう、これ使ってみるか。やっちゃえ。なになに。
なんかパチパチしたけど。これい。特に何も変わらない。なんとかしのいだけど。え、私何が起こったの？私だって猛特訓してきた。のぞいて。見えない。アンちゃん。フィフティーンラブ。アンちゃんのあれがなかったら追いついたよ。嘘。やった。アウト。フィフティーンオール。ごめんなさい。サーティー、フィフティーン。何ぼさっとしてんだ。気合い入れろ。はい。次はもうバッチリです。そして離れちゃったよ。遅いって。また離れた。終わらせねえ。やってる。もう間に合った。クレッシェンドスマッシュ。やったね。サーティーオール。結局主人公に何が起こってんだか全然わかんないんだけど。サーティーフォーティー。遅いって。ごめん、ごめん。あそこで私が必殺技決めれば勝てたんだよね。ラッキー。やった。アドバンテージレシーバー。やっ。やってる。え、ちょっと待って待って。デュース。ちょっと振るの早すぎた。やっ。よし。やり。アドバンテージレシーバー。アンちゃんの体力が半分以下だ。フィニッシュ。フィニッシュ。メランスティック。当然だろうな。 ありがとうございます。ボンバイ、正確。ゲームセット。いやー、今回私のミスが多かったな。もしかしてあのランダムにかかったのってミスが多くなるやつ？そんなわけない。やりゃできるじゃねえか。これでいいんだ。本当にいいんですか？いえ、私なんてまだまだです。結構危ないところもあったし。うん。それを直すためには分かってるな。練習ですよね。練習あるのみですね。そうだ、分かってきたじゃないか。はい。くそ、俺のリズムを狂わせやって。今日は乾杯ね。もっと頑張らなきゃ。ところでよ、自分のせいで試合に負けたらお前ならどうする？え、そうだな、初めから試合に出なければいいんです。なんてこと言うのよ。正直に謝ります。まあそうだね、もっと強くなって次は絶対勝ちます。これだ。もっと強くなって次は絶対勝ちます。それしか詫びる方法はないよな。迷惑をかけた分強くならないとな。はい、もうバッチリだよね。お前とはリズムが合うみたいだぜ。また今度誘ってくれよ。はい、ぜひお願いします。それじゃあここで別れるか。気をつけて帰れよ。はい、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。こうして河川敷コードでの楽しい練習は終わった。神尾くんには教えられることが多いな。
お、どうした？今日は随分リズムに乗ってるみたいだぜ。入りがいつもと違う。そうなんですよ、なんかこうやる気満々なんです。知ってるぜ、お前にやる気がある理由をな。え、なんで知ってるの？お前ジュニア選抜に選ばれたらしいな。そりゃやる気も出るぜ。ああ、なるほど。そうなんですよ。で、神尾くん、なんで私が選ばれたことを知ってるの？関係者の間じゃ噂になってるぜ。え、そうなの？選抜に選ばれた1年っていうのは誰なんだってな。へえ。まあ今更お前のことを噂するなんて、そいつは少し遅れてるぜ。そうなんだ。お前の実力はこれまでの試合で十分見せつけられてるじゃねえかな。はい、ありがとうございます。でも神尾くんに褒められるとなんだか照れちゃいますよ。選抜には俺も選ばれてるんだ。お、おめでとう。けど練習相手のお前が選抜の仲間ね。なんか変な気分だぜ。そうかな。ま、よろしく頼むぜ。はい、こちらこそ。私、他のメンバーの邪魔にならないか今からドキドキなんです。おい、選ばれたんだからお前の実力は他の奴らに負けてねえぞ。本当に？胸張って堂々とプレーすりゃいいんだ。はい、わかりました。私頑張ります。まあ不安になんのも無理はねえよな。でもよ、不安を拭うには練習して実力つける以外にねえぜ。お互いにな。はい、はい。お前とはリズムが合うみたいだぜ。また今度誘ってくれよ。はい、ぜひお願いします。それじゃあここで別れるか。気をつけて帰れよ。はい、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。こうして河川敷コードレの楽しい練習は終わった。神尾くんには教えられることが多いな。よし、完璧。お前とはリズムが合うみたいだぜ。また今度誘ってくれよ。はい、ぜひお願いします。この後はどうすんだ？特に何もないよ。俺ちょっと寄り道するんだけど付き合わないか？付き合う。神尾くん、練習帰りにどこ行く気なんだろう。はい、付き合っちゃいます。そうか、じゃあ行こうぜ。うん。それで神尾くん、どこに行くの？練習で腹減ってないか？なんか食って行こうぜ。うん、食べに行こう。え、ちょっと私は最近食べ過ぎかなって思うんでダイエット中。なんでよ、誘われたんだから行きなよ。ダイエットなんて明日からでいいよ。お前、スポーツ選手がそんなんでいいと思ってんのかよ。必要な筋肉がつかないぜ。そうですよね。女子選手も今はパワーの時代だろ。ちゃんと食べなきゃダメだぜ。まあ確かに。そうは言いますけど、女の子としてはいろいろと、まあそうだけど。食べたらその分練習で消費すりゃいいんだよ。そういうわけで行くぜ。まあそうですよね。ファーストフードでいいよな。今日は俺がおごってやるよ。ほら行くぜ。へえ、おごり？ありがとう。あ、ちょっと神尾くん、そんな手を引っ張らなくても。手引っ張ってんの？行きますってば、神尾くん。ほら食えよ、俺のおごりなんだから。遠慮なんかしなくていいぜ。そうですか、じゃあ遠慮なく。練習で消費した以上にカロリー取らないと筋肉にならないからな。はい、はあ、それじゃあいただきます。でも神尾くん、本当は何か他に理由があって私を誘ったんじゃないんですか？理由？勘のいいやつだな。ん？なんだ？あんちゃんのことか？そりゃあいつもの神尾くんらしくなかったですもん。ん？そうか？おごってもらったからにはちゃんとお話を聞きますよ。どうしたんですか？じゃあ聞くけどな、女のお前の目から見てイブってイケてるのか？イブくん？まあイブくんはイケてると思うよ。ちょっと性格に難があるけど。イブくんって不動峰のイブくんだよね。神尾さんの方がイケてますよ。割とイケてるんじゃないですか。不動峰の中で一番イケてますね。本人の前でこれ言うのもな。一番上だ。
神尾くんの方がイケてますよ。いいんだぜ、お世辞なんか言わなくてもよ。俺に気を使うなよ。お世辞じゃないよ。お世辞なんかじゃなくて本当にそう思ってるんですけど。え、本当か。なるほどね。イブのやつより。神尾くん、アドリブ多すぎるよ。本当かの前に絵なんてないじゃん。ところでこの質問ってどんな意味があるんですか。気にするなよ。ほら食べろよ、俺のおごりなんだからさ。気になるな。男子部員の中でそんな話あったの？それかイブ君に告白した誰かがいるとか。なんだったら追加するか。好きなもの頼んでいいぜ、今日は最高のリズムだからな。いいよ、じゃあジュースとかでいいよ。だから私ダイエット中なんだってば。いい話が聞けて楽しかったぜ。お前って人を見る目があるんだな。なんか急にご機嫌になったね。じゃあな、気をつけて帰れよ。はい、今日はごちそうさまでした。よっしゃ、明日からもリズムに乗ってくぜ。わかりやす。こうして神尾くんとの一日が終わった。今日は待ちに待った学園祭、楽しみにしてたんだよね。でもこの後あの出し物があるんだよね。面白先輩と漫才します。やっぱりちょっと恥ずかしいっていうか、今から中止にできないか。そりゃそうだよね、やっぱり。ああ神尾くんに見られたらどうしよう。いった、いった。もう誰よ、前見て歩きなさいよ、失礼よ。何でもいいから謝ろう。 おいおい、前方不注意はお前の方だろ。噂をすれば神尾くん。神尾くん、どうして正確に。そりゃもちろん学園祭に来たに決まってんだろ。それってもしかしてみんなで。おい、お前も何か出し物やるんだろ。え、私ですか。私は別に、いいじゃないですか、私のことは。とぼけんなよ、後で見に行ってやるぜ。じゃあな。なんで知ってるの。面白くん話した。あ、神尾くん行っちゃった。まさか神尾くんが来るなんて。もしくは不動峰のみんな。これは気合い入れなくちゃ。神尾くんにみっともない姿は見せられないもんね。お面白の野郎と漫才とはな、意外でもないか。そういうリズムのあるやつだしな。あれ、内容は知らなかったの。でも桃城って声楽テニス部の部長になったんだよな。うん、そうだよ。大丈夫なのか、部長があんなんで。大丈夫だよ、大丈夫ですよ。帰って楽しいから私は好きかな。なんだかお気楽なテニス部になりそうだな。うん、まあそのお気楽さがお前たちの強さになっていくのかもな。うん、きっとそうですよ。本当にそうなればいいですけどね。うわ、悔しい。よし、いいぞ。やるじゃねえか。でも一個失敗しました。その調子を維持できりゃ何も怖いもんはね。気合い入れてけ。はいはい、よし頑張るぞ。お前とはリズムが合うみたいだぜ。また今度誘ってくれよ。はい、ぜひお願いします。それじゃあここで別れるか。気をつけて帰れよ。あ、もう何もないんだ。はい、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。こうして河川敷工場での楽しい練習は終わった。神尾くんには教えられることが多いな。ロブ、やっぱ早いよこれ。うん、もう絶好調。そう、調子良さそうだとは思ったけど、この程度で絶好調なんだ。今のは嘘、本当はむしろ調子悪いくらいね。丸出しちゃったし。そうなんだ。別にどっちでもいいけど、
今のプレーが良かったことに変わりはないからさ。褒められてるのかな。複雑。テスト。月曜は数学、まあまあかな。火曜は原告、まあまあかな。水曜は英語、よしばっちり。木曜は日本史、まあまあかな。金曜は生物、まあまあかな。土曜は保健体育、よしばっちり。あんたの成績はね、あんたにしては上出来じゃない。中の上ってところ、おめでとさん。やっぱ成績下がった。そう、そういうわけで龍馬様、またご用の説は何なりとお申し付けください。ではさようなら。手間が省けてよかったじゃん、お互い。ともちゃんって一体。よし、完璧。よし、体力が500超えた。というか瞬発力と技術力400超えてたんだ。お前バッチリじゃねえか。輝いて見えるぜ。ありがとうございます。やった、褒められた。ん、誰だろう。神尾くんかな。電話電話っと。もしもし、黒宮です。こんにちは。え、あんちゃん。え、いつ連絡先交換したの。こんにちは。珍しいですね、あんちゃんが電話してくるなんて。そうね、でも今日のも兄さんの代わりみたいなもんだから。代わり、どういうことだろう。代わり、どういうことですか。焦らない焦らない。で、24日って暇。夕方からでいいんだけど。暇です、めっちゃ暇。どうだったかな。実はテニス部のみんなでクリスマスパーティーを開くことになったの。楽しそう。よかったらあなたも参加しないかなって思って。お、さ、と、い、の電話。私参加してもいいんですか。クリスマスパーティー、すごいですね。すごくないすごくない。ファミレスでやるような小さなものよ。いや、めっちゃすごいよ。その分気兼ねなくあなたみたいな他校の人も誘えるんだけどね。そうなの。誘ってくれてありがとう。それでどうする。なるべく早く返事が欲しいんだけど。行くに決まってるじゃないですか。あ、ぜひ参加させてください。不動峰の皆さんと一緒なんて楽しみだな。よかった。じゃあ場所は後でメールしておくわね。お願いします。あ、そうだ、プレゼントの交換をするからあなたも持ってきてね。はい、プレゼントですね。わかりました。プレゼントか、何を持っていけばいいのかな。ジャケット、マフラー&手袋、システム手帳。神尾くんが欲しそうなものってどれだ。まあ、これは違うよね。だったらこれかこれだけど。ジャケットってサイズとかあるし、真ん中が一番いいかな。マフラー&手袋、時期的に言っても無難だよね。ブランドものだから素材もいいし、あれにしよっかな。プレゼントは決めたし、24日が楽しみだな。ゲームの世界のみんなはクリスマス楽しそう。私は今年も一人だ。ケーキとチキン買ってゲームしよう。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。